ピュー語とは、シナチベット語族に属する消滅した言語で、千年期までのビルマ中央部で使用されていた。ピュー語は、紀元前2世紀から9世紀にかけて繁栄していた、ピュー族の都市国家で、公用語として使用されていた。また、ピューの宮廷では、サンスクリットとパーリ語も、ピュー語と共に使用されていた。中国の史料には、800年と802年に学人を伴った。 ピューの施設が、唐の宮廷を訪れ、舞踏とサンスクリットの歌曲を披露したことが、記録されている。雲南の南昇から進出したビルマ族が、ピューの都市国家を圧迫した9世紀後半から、ピュー語の使用頻度は減少していく。ビルマ族が建国した、パガン王朝時代の碑文にも、ピュー語は使用されており、ビルマにおける公用語としての地位を創出した後も12世紀末。 までは使用されていた。バガン王朝の下でビルマゴが主要な地位を占めるようになり、13世紀に入ると、かつてのピューの支配領域だった上、ビルマでもピュー語は消滅する。ピューの城郭都市の分布。赤線で囲まれた地域がピューの勢力範囲に当たる。ピュー語は、シナチベット語族に属するコビルマゴと関連があるが、両者の類似性の程度については、意見が分かれている。 言語学者のジェームズ・マティソフは暫定的にピューゴをロロビルマ語,語群に分類し、デビット・ブラッドレイはピューゴは作語に極めて近い言語と推定している。一方でジョージ・ワンドリームはピューゴをシナチベット語族から分岐した落葉の一つとみなし、ヌンゴ群と呼ばれる小語群との類似性を指摘されることもある。ピューゴは ブラーフミー一形文字に属する文字で書き表されていた。南インドのカダンバ文字がピュー文字の原型だと推定されている。研究者のオングス・ウィン・マイケルは、ピュー文字はビルマ語や、モンゴを書き表す、モン文字の原型だと推測している。パガン王朝時代、1112年頃に奉納されたミアゼーディヒブンにはビルマ語、モン語、パーリ語と共に、ピュー語も刻まれていた。 ピュー語の和者は、政治的、文化的影響力を失って久しいと思われるが、碑文が奉納された時点では、文字の読み書きができる人間はまだ存在していた。1911年に、イギリスのオットー・ブラグデンは、ミア・ゼディー碑文に刻まれていた他の3つの文字と、比較して、ピュー文字を解読し、プローム近辺で話されていた、チベットビルマ系の言語と結論付けた。ありがとうございます。